市川海老蔵さんが自身の YouTube チャンネルを更新。この日、海老蔵さんは懐かしいと切り出し、3年ぶりに上演した六本木 EX シアターの劇場についての思い出を語っていた。座頭市が2017年2月で、真央が2017年6月22日に旅立っちゃってるから、1月の演舞場も彼女は見に来れなかったなと回想し、2016年の年末もなかなか見に来れなくて、約1年ぶりぐらいに僕の歌舞伎を見てくれた。すごいいろんなことを言ってくれたの。真央が座っていた席も覚えていて、すっごい懐かしくてやばい。この六本木の EX シアターはたまに来たいなって思っちゃった。思い出が多いよねと締めくくっていた。この投稿にファンからは、 EX シアターでは真央さんの思い出がいっぱいあるんでしょうね。れいかちゃん、勸玄くんの健康と成長を願っています。と、たくさんのコメントが寄せられていた。